ポポポポポンンンンンまあ、それにしてもね、まあ、昨日の横浜市長選はね、まあ、本当にまあ野党が支援した山中武春さんがですね、まあ、50万票ぐらいでしたっけ、まあ、本当、2位のね、おこ此ぎさん、菅首相を応援したですね、まあえー、おこ此ぎさんにまあ18万票ぐらいの大差をつけて、勝、まあ、ったっていうのがまあ昨日ですよね。 まあ本当にすごかったなと。まあ、これによってその菅政権にもですね、まあ今後影響出てくると自民党総裁選だったり、まあ衆院選にもということで、まあ本当に昨日の横浜市長選、 良かったなと。まあ、横浜は昨日、山中さんもです、ね、カジノは作らないと、えー、いうことをまあ改めて言ったということで、まあ、ただこれが、ね、カジノ、まあ、関東のカジノ計画というのはです、ね、まあ、なんていうんですか、まあ、横浜が潰れたから、まあ、東京もあるかもしれませんけれども、なんか難しいなと。でもその分大阪に来そうだと。 えー、今日なんかでも維新のね、吉村さん、府知事はですね、まあ、この方、大阪維新の会の代表ですよね、今はね。えー、IR の推進っていうのは変わらないみたいなことをなんか言ってたっていうのが、えー、載ってましたね。このニュースで今日の、どっかのニュースで載ってましたけども、まあ、これもね、本当にあのー、 こう衆院選でもですね、やっぱその大阪でもやっぱ火事の IR 嫌だっていう人はですね、まあ、考えてほしいなと、なんか万博とかもね、どうなんのかなと、こんな状況でお金をかけて、えー、やれるのかどうかっていうね、まあ本当にそのいろんな大阪にも問題があるんですけども、まあやっぱり横浜市長選の次はですね、まあこの注目してほしいのが、やっぱ大阪の、まあ今やってる池田市長選ということで、まあおとつい一昨日、おとついは昨日ですね、昨日日、 22日から始まったんですけども、まあ、これがまあ本当になんかもう構図としてはです、ね、えー、もうサウナのね、えー、市役所の室長でしたっけ、なんか、なんか市役所にサ,サウナを持ち込んだ元市長の、えー、富田さんという方が、ですね、まあ、辞職すると、えー、辞職するけども、えー、あの民意を問いたいみたいな感じで、ですねその方も出張ると。 ほんで、まあ、維新もですね、維新は今回は出さないとかね、松井さんね、松井さんは日本維新の会の代表なんですけども、松井さんはも富田さんのことをですね、まあ、絶縁だとか何やかんや言いながらですね、やっぱ今回は、まあ、一回休みみたいなね、今回は校舎を出さないのがいいと思うみたいなことを言ってたらですね、まあ、急遽、えー、維新もですね、この滝沢さんっていうかね、 あの、滝沢智子さんですかね。市議会を辞職してですね、もうそれが先週ぐらいの話だったんです。つい、つい数日前っていうね。俺も何なんかなっていうね。あの、滝沢智子さんっていう方、あの、 その2019年ですかあの、池田市議選で初当選したんですかね、まあ、それはトップ当選だったんですけども、えーまあ、初当選して、ほんで2年も経たずして、ですね辞めて出ると。その 富田さんのね、サウナ問題で辞めたからということなんですけども、その、それもね、僕はどうなんかなと。で、維新の市議を辞めたから最初は維新じゃないみたいな感じでね、維新のホームページからもですね、もう消えてたわけなんですけども、まあそれが一転してですね、維新に公認されて、まあ維新として応援すると大阪維新の会としてね、 まあ吉村さんもなんかあの応援するみたいなこと言ってるんですけど、もただ今回は、吉村さんも松井さんも応援には来ないっていうのは、昨のの出陣式で今言ってはったことですよね、うんでも、これはなんかやっぱ、なんていうんですか、こうやっぱり勝てるを思ってるのか、なんなのかね、それとも池田市民をなめてんのかなって、僕なんか思うんですけども、まあ僕は本当、こういうのをですね、 維新の、あの、サウナの市長も維新でね、問題が発覚して離島したわけですから、こんなのをね、また維新の人に期待するっていうね、それも、えー、一期もちゃんとまともにやってないと、二年しかやってないんじゃないですかね。でしかも、このサウナ市長の元市議時代の秘書だった方が出張るっていうね、この滝沢さんっていう方が、えー、市議時代の元秘書なんですね、富田さんのね。 いや、それもね、何なのかなっていうのは思うんですけども、まあ、昨日の出陣式とか見てても、まあ、全然、その、池田氏のこと本当に分かってるのかなみたいなね、あの、全然、なんかい、 池田駅前の環境整備がどうたらこうたらみたいなことを言ってて、池田市民に対してどうしたいのかっていうのが全然伝わってこなかったかなって僕は思ったんですけども、まあ、これがどういうふうになるのかと、今日のトースポの記事でも、ですね、えー、その関係者の話として、えー、滝沢さんはですね、まあ、の池田に来たばっかりで何も知らないと。 そんな中で出すのはかわいそうだみたいなね、今日記事書いてましたけども、れなんで出よう思ったんかって言ったらですね、やっぱり出したい方がいると、まあ、これも報道されてるんですけども、維新の足立さんがですね、えー、いろいろ声かけたけど断られて、まあ、結局滝沢さんに出てもらったみたいなことが、まあ、報道されてるわけですよね。 それも僕はね、やっぱり池田市民のことを考えてやってるというよりは、まあ、近づくね、近づい、も衆院選でですね、足立さんもですね、まあ、2回、えー、選挙区ではですね、負けて比例復活してるわけですよね。これ3回もできんと、も、まあ、2回比例復活っていうかね、あの、選挙区で落選したら、本当はもう引退とかね、なんかそんなんやったと思うんですよね。もつ次はもう公認ダメとか。 そんなやったのに、それでもですね、まだ維新として出ると、だからもう、和立さんもすごい必死なんかなっていうふうなのが、あのー、この池田商戦から見えると。まあ、実際に、この滝田智子さんと和立さんがですね、まあ、二人で一緒に回ってるっていうね、こ市長としてどうなんかなっていうね、そのサポートがいるような方を、 市長、池田市長にするっていうのはですね、僕とはちょっとありえへんなっていうふうにあの思いましたけどもね。うんまあ、ただなんかあの、いろいろ、えー、見てて思ったのはですね、まあ、いつも維新っていうのはねやっぱりネット選挙とか、えー、そのネット広告とかね、お金かけてるみたいなんですけども、今回はそうに比べるとそんなにお金をかけてなさそうというかですね、滝沢さんのツイッターを見ても、まあ、写真しかない ええという感じですかね。出陣式は、あのー、まあ、動画でですね、あの、やってはったんですけども、やっぱりその、中身がないからね、っていうのもちょっと気になりましたね。まあ、それを池田市民がどう判断するのかと。 ま、とはいえ、やっぱり大阪ではですね、維新が圧倒的に強いっていうのがありますから、僕は本当もう激戦だと思いますね。で、ここに、あの、やっぱりそのサウナ市長もダメだっていうことで出てきはったのが、まあ、保守系の無所属の、えー、渡辺千代さんという方ですね。 あの、まあ、この方もね、もう最初もあんまり全然,全然知らなかったわけなんですけども、ただツイッターとかですね、まあ、ここに来て急に、ええー、もう元気というかですね、まあ、動画でも発信されたりとかして、まあ、その陣営の、まあ、勢いっていうのもすごいなと、まあ、本人もすごく元気でですね、まあ、あの、かつて人形劇とか今もやってはるんですかね、人形劇とかやってたりとかして、まあ、すごく元気いっぱいということで、まあ、この方、あのー、 富田さんの,、ね、あの百条委員会の時のサウナ問題の百条委員会の委員長もやってはったということで、やっぱその維新がどう。 医師があんまり好きじゃない方は、やっぱり、僕は応援してほしいかなっていうふうに、あの、思いますねいや。いいのかなと、こんななんか、サウナ市長もあかんしね、そんな池田になんか、池田のこと全然知らんような人が、いきなり市長になるとかですね、しかも、自分の医師なんじゃないんちゃうかっていうね、その衆院選のための、なんかこう、 賑やかしみたいなね。いや、そんな人に、あの、託していいのかなっていうのは僕はすごく思いますね。うん。まあ本当にね、まあいろんな、まあ国政衆院選で言えばですね、この間の維新の、えバ、ー、馬場幹事長ですか、えー、がですね、まあ衆院選後にですね、まあ自公との部分連合でしたっけ、衆院選次第で自公と部分連携もあり得ると。 まあいうことも言ってるんですけども、まあその割にはその、この池田氏ではですね、えー、自民党に配慮せずに、えー、こういうふうに維新の候補、公認候補を立ててくるっていうのもね、どうなんかなっていうふうに思いますね。 だからそういう意味でもいろんな、ね、こう今回の池田市長選というのは注目というかです、ね、まあ、これ横浜市長選、山中さんが抹、ね、消、まあ、しましたけども、も、まあ、池田市長,は市長選はもう激戦と、この間のた兵庫県の宝塚市長選とかです、ね、まあ,あと大阪、えー、三島郡ですかね、ね島本町の島本町長選ぐらいのです、ねまあ、これまあローカル選挙ですけども、もものすごい激戦なんじゃないのかなと思うんで、まあ、そういう意味ではです、ねまあ、やっぱ僕の聞いている方とか、 ですねまあ、本当にあの応援していただきたいなと、この間、米山さんとかもね、なんかこの池田市長選について触れられてましたけども、本当に多くの方に注目してもらって、あの維新の,あの、維新政治を阻止できるかっていうところにあの持っていってもらえれば、えー、すごくいいんじゃないのかなというふうに思いましたけども、ね。チャンネル登録よろしくね